今週も最高週末がやってきましたね。どうも、ケイスです。今回ですけども、今年もね、買ってきました。じゃん !2021 年 J リーグオフィシャルトレーニングパック、ワンボックス買ってきました。イェーイ去年はね、FC 東京にいたね、橋本選手の、サインカードを見事当てまして、まあね、結構動画としても、大好評だったので、今年もね、ワンボックス、買ってきましたので、皆さんとね、一緒に開封していこうかなと思っております。まあね、どんなカードが出るのかっていうのは裏にね、ざーっと書いてるわけなんですけども、まあ、どのカードがね、価値あって、どのカードが、いいのかっていうのはちょっと調べてないんであれですけども、まあね、新鮮な気持ちで、まあ、どのサインカード出ても、正直嬉しいので、ゆるくね、開封していこうかなと思っております。まあ、もしね、サインカード出た時に、まあ、生で置いておくわけにいかないので、ちゃんとこう、スリーブを、ね、買ってきましたので、もしね、すごい、サインカードが出ても、これでね、バッチリかなと思います。それじゃあね、早速開封していきたいと思います。それではね、ボックスの方を開封、していきたいなと思います。1枚1枚ね、ハサミで切っていくのも大変なので、まとめてね、切って、開封していきたいなと思います。いやね、久しぶりに開きますけど、やっぱいいですね、この、男のロマンが詰まってますね、このボックスがいいっていうのは。よし、じゃあね、早速、ハサミで切って開封していきたいなと思います。それじゃあね、一袋ずつ、開封していきたいなと思います。いいサインカードをね、当てれるように、頑張っていきたいなと思います。それじゃあね、記念すべき一袋目いきたいと思います。樋口選手。まあ、記念すべきね、1枚目は樋口選手。サガントスのね、10番ですね。次に、住吉選手。この間ね、サンフレッチェ広島に、完全復帰が発表されましたね。さあ、3枚目。藤原選手、今季はね、ちょっと怪我で、なかなか試合で出てませんけども、早くね、ガンバ浮上のためには、藤原選手のね、力が必要だと思うので、早く帰ってきてほしいですね。さあ次に、飯田選手。瀬川選手。関口選手。彼もね、仙台で本当に、素晴らしい働き、していて、特にね、開幕戦、劇的な、ゴール、上げてましたので、本当にね、ベガルタ仙台の、残留できるかどうか本当に金かかってると思うんで、頑張ってもらいたいなと思います。そして、最後が、大岩選手。はい、一パック目なんでね、まずは、何も嫌われていませんでした。さあ、続いて、それではね、次に2袋目いきたいと思います。あれかな、1枚ずつ喋ってると、長くなりそうなんで、ちょっと、気になる選手の時だけ喋りたいなと思います。さあ、次は、タビナ選手。FC 岐阜にもね、在籍していて、今はね、水戸の方で、頑張ってますので、頑張ってもらいたいなと思います。早速ね、喋らないとこって言ったのに、いい選手が来てくれたんで、ちょっと喋っちゃいました。次に、宇佐美選手。この間もね、ダニ戦やったかな、あれは。大分戦か。大分戦で、素晴らしいゴールがありましたんで、本当にね、ガンバ浮上のために頑張ってもらいたいなと思います。エースとしてね。さあ次に。藤田、ジョエル、チマ選手。彼もね、本当に、なかなか今試合で出てないですけど、本当にね、才能溢れた選手だと思いますので、頑張ってもらいたいなと思います。さあ次に。近藤選手。西川選手。一時期ね、ゴールキーパー、鈴木財の選手に、ポジション取られましたけども、まあ、取り返したっていう、さすがね、西川選手だなと、思いますね。本当に浦和には、彼が必要だと思いますので、なんともね、まだまだ、ポジションを奪われないぞという気持ちで頑張ってもらいたいなと思います。そして次に、マルティノ選手。今ね、結構話題になってますけども、ついこの間ね、契約解除、になりましたね、仙台を。まあいろいろとなんか監督批判かなんかしてたのかな、なんかそんなんで、解雇になっちゃいましたけど、仙台にとってはちょっと痛いなと思いますね。さあ次に、オコ選手。二袋目もね、キラはなしというところで。さあどこでね、サインカードが来るか。一袋ぐらいはね、来ると思う。この間、開封した時は、3枚、サインカード来てましたんで、さすがにゼロってことはないと思うんですけど。じゃあ続いて、3袋目。
岩尾選手、キャプテンですね。小柳選手、お、横向きカードが出ましたね。村上選手、今季から、アビスパの正ゴールキーパーになって、頑張っております。今のところ全試合フル出場かな。さあ次、お、なんか光ってますね。さあ誰が来たのか。お、小屋選手が出ました。小屋選手の、何のキラーカードか分かんないですけど、キラーカードが出ました。まあね、ある意味貴重ですよね。大分の方に、移籍されたということで、まあ柏レイソルのね、サポの方は、ちょっと残念かなと思うんですけども、ある意味、貴重な、レアカード当てることができました。ぜひね、大分のね、残念のために、小屋選手にね、頑張ってもらいたいなと思います。そして谷口選手、イケメンですね。ゆうき選手、そしてチャンク選手と。さあ今ね、3袋目まで終わりました。さあ4袋目いきましょう。お、出た古橋選手。今日ね、セルティックの開幕戦ハーストのね、試合ありましたけども、見事デビューを飾りました。まだね、他のチームメイトとなかなかね、練習できないみたいなので、まあなかなかパスは回ってきませんでしたけども、まあ開幕戦から、出場できたっていうのは、大きいんじゃないかなと思いますので、古橋選手頑張ってもらいたいなと思います。まさかね、出てくれると思わなかったんで嬉しいです。できればね、サインカードが当てたいんで、サインカード出たら嬉しいなと思います。さあ次に坂選手、中村選手、高橋選手、町田選手、古賀選手、そして宮澤選手。さあサインカードはまたね、来てないですね。さあ5袋目ドンと。お、高井選手、ドーグラス・ビレイラ選手、熊谷選手、島田選手、小川選手、井上選手、そして稲垣選手と。ふぅ、さあ次に、よいしょ、荒木選手、岩上選手、パク選手、石川選手、お、相馬選手。みんなから、ドラミちゃんと言われている、相馬選手が、出ましたね。そしてクレイメ選手で、最後に渡辺選手と。いや、まだねサインカード来ないですね。どっかに固まっとるんだな。よし、さあ次はファン・ソッコ選手、国部選手、東口選手が出ましたね。この間ね、オリンピックで、谷内選手が、大活躍しましたけども、まあガンバ大阪にはね、この東口選手がいるので、まあなかなか谷内選手も、ガンバに戻れないということで、まあね、本当に、素晴らしい、ゴールキーパーですし、まだまだね、谷内選手の、壁になってもらいたいなと思います。さあ次に、お、横向きのカードが出ましたね。白井選手。そして次に、伊藤選手。そして、お、旗手選手。オリンピックメンバーですね。さあ最後に、石原選手と。まだ出ません、サインカードは。ちょっと不安になってきました。さあ、いつ出るのか、サインカード。佐藤選手。お、これも横向きのカードですね。パトリック選手。本当にね、インタビューも日本語で答えてて、本当にね、日本を愛してくれてるなっていうのが、伝わってきます。藤原選手。浜田選手。染谷選手。アピアタイワ選手が出る。噛んじゃうんですね、これ。アピアタイワ。アピアタウィア選手。もう噛むわ、こんなん。もう申し訳ないけど、滑舌悪い俺としては。で、山田選手と。いやー、まだ出ないっす。
さあ続いて、さあ何が来るか。小林選手、西尾選手、去年ね、セレッソアンダー23の思いに出たんですけどね、今年は、トップチームで、センターバックの、レギュラーということで、本当にね去年、戦ってみて、本当に素晴らしい選手だったので、このままね、セレッソの、センターバック、ポジション、奪い切ってもらいたいですね。そして森選手、佐藤選手、高橋選手、お、出ましたね、クリリン、マルコス・ジュニオ選手、そして最後に、片山選手と。いやー、まだ来ない。あー、ほんと頼むよ、ほんとに誰でもいいけど、サインカード1枚ぐらいは入ってほしいよ。さあ次、お、ヴィッセル神戸からフェルマーレン選手、大林選手、ほんとね、オリンピック、一時はね、メンバー選考から外れましたけども、今はね、ほとんどの試合で先発ということで、まあなんとかね、オリンピックの、メダル取れるかどうかは彼がね、ゴールを決めれるかどうかだと思いますので、頑張ってもらいたいなと思います。本当に気持ちが伝わってくる選手なので、ファンはね多いかなと思います。坂本選手、ルアン選手、チョン・ソンリョン選手、杉本健也選手、彼はこの夏の移籍でね、横浜 F ・マリノス行くということで、横浜 F ・マリノスがね、優勝するためには、彼がね得点をね量産しないといけないと思いますので、ロアではね、なかなか出場機会もらえませんでしたけども、なんとかね、マリノスで輝きを取り戻してほしいなと思いますね。そしてラスト、そして、菅野選手、いやまだ来ないですね。大体どうなの、半分ぐらいはもう開封したのかな。さあ次、松田選手、中原選手、出ました、山口選手、彼もね本当に FC 銀におった、選手で、まあ、福岡でもね今、ツートップの一角を担っとるということで、このままねレギュラー勝ち取ってもらいたいなと思います。鈴木選手、三沢選手、中山選手、そしてラストが天野選手と。いや来ないですね、まだちょっと不安になってきましたよ、だんだん外れ箱かもしれない。よし次、岸本選手、鎌田選手、カルロ選手、秋元選手、スオービック選手、大南選手、そしてラストが、中川選手と。まあ、神戸のね、移籍の噂もありましたけどね、お得意で、残留したということで、なんとかね、マリノスでレギュラー、勝ち取ってもらいたいなと思います。やっぱりね、MVP 取った時は、素晴らしい活躍してましたので、まあね、怪我の影響もあると思いますが、なんとかね、スタメン取り戻してほしいなと思いますね。いや、そうは言ってもね、まだね、サインカード出てないんで、ちょっとそろそろ安心させてくれ。井上選手、原川選手、西村選手、お、出ました、サインカード、これは松田天馬選手の、サインカードが出ました。やったぜ。今ね、本当に湘南からね、京都に、移籍してきて、本当にね彼の活躍のおかげもあってね、今京都、首位争いしてますので、なのでね、このまま、突き切って J1 昇格導いてもらいたいなと思いますね。やっと出た、とりあえずねスリーブちょっと入れます。よいしょ、とりあえず1枚、サインカード出ました、松田天馬選手、ここ置いておきましょうか。で、犬飼選手、竹内選手、そしてラストがチアゴ選手と。
やーよかった、とりあえず1枚出て。まあね、できればまだあと2枚ぐらいは来てほしいんですけど。よいしょ。とりあえずはね、一安心ですね。お、清武選手。奥抜け選手。仙藤選手。上里選手。ディアンドロ・ダミナ選手。まあね、古橋選手はね、今ね、得点ランキング1位ではありますけども、まあ移籍してしまったので、おそらくね、彼が、このまま行くと、得点王になる可能性が一番高いかなと思いますので、何度かね、川崎を優勝に導いて、得点を取ってもらいたいなと思いますね。そして、サンタナ選手。で、畑中選手と。結構ね、本当にいいカードは、出てるんですよ。さあ、続いて、いきたいと思います。浜下選手。重弘選手。お、出ました。ファイター、菊池選手。庄司選手。阿部選手。お、家永選手。そしてラストが、お、出ましたね、谷選手。準々決勝ではね、見事な PK ストップをね、してくれて、日本のね、準決勝進出に大きく貢献してくれました。ゲットできて嬉しいです。さあ、次。お、また、ウィッセル神戸の選手ですね。山川選手。松本選手。山本選手。お、遠藤選手。レジェンド、遠藤選手が出ました。吉田豊選手。そして、畑野選手。で、ラストは上田選手と。お、上田選手も、まあね、準々決勝途中からね、出場して、決定機何個ありましたけども、決めきれず、PK 戦になったんですけども、まあね、自分で立候補して、一番を蹴るという、なかなかの、強心臓だなと。まあ、あとでね、インタビューで言ってましたけども、自分のせいで、PK 戦になったので、なんとかね、ここで PK で取り返したいという話をしてましたので、まあ、本当にね、上田綺世選手には、今取ってるのがね、準決勝前ではありますけども、この後のね、準決勝、決勝と、点をね、取っていただきたいなと思います。さあ、残りもね、4パックになりました。まだサインカードは1枚しか出ておりません。この中にね、あと2枚ぐらい入ってるんでしょうか。エベラルド選手。田中選手。井出口選手。安藤選手。土井選手。田中選手。そして、八塚選手と。いや、やばいな。まだ、1枚しかサインカード出てないのに、残り3パックという。いや、頼むよ、本当に。このままじゃちょっと、終われんよ。金子選手。野上選手。大久保選手。ほんとね、大久保選手も、開幕直後はね、得点ランキング1位を独走しそうな勢いだったので、ね、まだまだできるんだというところをね、見せつけてくれましたね。このままね、頑張って得点をね、少しでも量産してほしいなと思います。松原選手。秋野選手。シルバーン選手。そしてラストが、小川選手と。小川選手もね、この間本当に素晴らしいカウンターからのゴールありましたのでね、なんとかね、横浜 FC、残留できるかどうか、ちょっと今ね、残念ながら、J1 リーグ最下位には沈んでおりますけども、彼のね、活躍で、なんとかね、残留できるようにしてもらいたいなと思います。さあさあさあ、残り2パックですよ。もうここで出なかったら、3枚は出ないと。さあ頼むよ。平瀬選手。佐々木選手。
豪輝選手。お、なんかちょっとカードが違いますね。さあ、誰が来る？お、これはなんかいいカード来たんじゃないですか。誰か！お、クレーベ選手のサインカードが出ました。やりました、クレーベ選手のサインカード。ちょっとね、袋にちょっと入れます。まあね、さっきも、小川慶次郎選手の時に言いましたけども、まあね、今、横浜、FC さん、本当に、最下位で苦しんでるんですけど、まあね、彼の、活躍っていうのが、重要になってくると思いますし、まあね、新外国人たくさん取れましたけど、クレーベ選手のね、活躍期待したいなと思います。よかった、とりあえず2枚出ました。中谷選手、松尾選手、そして中村選手。さあ、ラスト1パックになりました。なんとかね、もう1枚、サインカード欲しいなと思いますので、奇跡を信じたいと思います。ラストいきます。青山選手、水本選手、高木選手、大津選手。彼もね、今オリンピックやってますけれども、ロンドンオリンピックの時はね、彼の活躍のおかげで、4位になることができたので、本当にね、オリンピックやるたびにこの選手のね、ことを思い出しますね。そして丸山選手で、瀬古選手。ラスト、ラストは森重選手と、いうところで、今ね、ワンボックスすべて、開け終わりました。今回ね、出たサインカードは、京都サンガ FC の、松田天馬選手と、横浜 FC の、クレーベ選手の、この2枚のね、サインカードをゲットすることができました。今回ね、ワンボックス、開封させていただいたわけなんですけども、やっぱね、久しぶりに少年のね、気持ちに戻れたというか、とてもね、楽しくパック開封、することができました。もしね、この2021年の、J リーグパック、買われた方で、僕はね、こういうサインカードが出てたとかね、そういうのがありましたら、ぜひね、コメント欄の方で、教えていただきたいなと思います。そしてね、せっかくね、これだけの、カードありますので、このカードをね、使った新しい、ね、遊びっていうのを考えてきましたので、そちらのね、動画の方も楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。今回の動画も最後までご視聴ありがとうございました。またね、次の動画でお会いしましょう。待ってるのは最高の週末だ。